皆さんこんばんは、加藤ゴルフ TV です。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日のテーマはアイアンでございます。アイアンでダフってしまったりトップしてしまったり、ね、このダフりとかトップしてしまうことって原因としてはクラブの入射角が安定してないんですよっていうのが原因なんですけども、今回はその入射角を安定させるという、練習方法、そして、入射角が崩れてしまう原因について説明していこうと思います。ではやっていきましょう。加藤ゴルフ TV オリジナル LINE スタンプ好評発売中。はい、ではまずこれ原因についてですね、入射角って何かわからないという方のために簡単に説明すると、要はダウンブローとかレベルブローとかアッパーブローとかなんちゃらブローってやつです。それのことを入射角って言います。はい、その入射角がブレてしまう原因、これです。この構え方、入射角がブレまくります。基準値と比べて何がダメなんだろうって考えると、これ右手の握り方がダメなんですね。右手の握り方って中指と薬指、この2本クラブに引っ掛けて親指と人差し指の付け根のアルファベットの Y みたいなのが自分の右首筋刺すのが正解なんですけども、こうやって握ってしまうとこれ手のひらが下からついてる状態なんで、クラブ持ち上げちゃうからダウンブローで打ちたいんだけどアッパーブローになっちゃったり、ね、でアッパーブローになっちゃうからって言って体が突っ込んで無理にダウンブローにしてダフっちゃったり、ね、右に傾いてトップしちゃったり、そういった変なミスが出てきます。はい、ちょっと一回やってみましょうか。この右手が下からついてこの Y 字の向きが変な方向向く、これね、フェース面も非常にね安定しなくて左に飛びやすくなるんだよ、ね、そう、すごく綺麗に当たると左に飛んでくるんですよ。ですのでこれは絶対に、気をつけなきゃいけない部分、この右手の握り方すごい大事なんですね。ではどのように握っていくといいのかっていうと、この右手の握り方がおかしくなってしまう人ってだいたい8割9割左手こうやって下で構えます。ここで合わせるんですよね。この位置でこうやって下から合わせてこうやってやろうとするんでおかしいことになります。ですので必ず自分のお顔の正面で右手を握るっていう風にしてください。これ今ゴルフ中継テレビでもやってると思うんですけども、だいたいプロの方見ていただくとクラブここで握ってますよね。ここで握ってアドレス入ってます。はい、こんなボールの横に合わせてこうやってつける人ってなかなかいないです。必ず顔の正面でこうやってつけてるはずですから、はい、なのでこういう構え方っていうのをしていきましょう。はい、お顔の前で右手をつけて Y 字の延長線が自分の右首筋に来るようにします。そうすればボールは比較的に自分の狙った方向に飛んできます。またこの右手をこのように、ね、Y 字ができるようにつけるとクラブを握る関係で、まあ、左手右手で握る関係で右肩は左肩よりやや下がるんですが軸が傾くほど下がりません。ですので入射角が安定してくるしダフリトップっていったミスが減ってきます。ぜひコース内でアイアンが安定しない方っていうのはこの握り方っていうのをすごく重要視してチェックしてみてください。はい、ということで本日の動画は以上となります。今日やらせていただいた内容は右手の握り方についての説明になります。ここがずれちゃうとフェース面も安定しないし入射角も安定しません。なぜかというと下からついてるから軸傾くよね、フェース動くよね、右手強い方が多いと思いますので、失敗しやすいですよね。飛ばすために使いたい右腕が飛ばない右腕になっちゃいますから。はい、
非常にもったいないので、ぜひここは直していってください。はい、ということで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。